はい、こんにちは、クオホーム本田です。今回ですね、お金の話を少ししていきたいなというふうに思っています。まあ、お金の話って言いますとですね、まあ、住宅ローンが全般ですね、私らこういう建築業界にいますと、お金の話イコール住宅ローンというふうに思われる方いらっしゃるかなと思うんですけども、実際はですね、まあ、私が思っているのはですね、お金の話って言いますと、まあ、住宅ローンも当然大事なんですけども、まあ、家っていう買い物ですね、というと、まあ、人生で一番大きい買い物じゃないかなと思います。お車よりもですね、高くてですね、人生で一番高い買い物っていうと、まあ、やっぱり大体の一般の方はもうほぼほぼ家かなとですね、住宅っていうところが一番高い買い物になると思いますので、そのタイミングで、まあ、お金の話をですね、しっかり理解していただきたいなっていうふうに思っています。で、最近思うのはですね、マネーマネージメントっていう言葉ですね。お金を管理するっていうことなんですけども、マネーマネージメント、お金を管理するですね、なんですけども、まあ、いろいろお話をですね、聞かせていただいたりとかですね、いろんな方のお話を聞いていくと、まあ、どうもやっぱりそのお金に管理されている方が結構多いんじゃないかなというふうに感じます。本来はそうではなくてですね、やっぱりお金は管理、される側ではなくて管理する側にならないと、なかなかこう、お金を貯蓄したりとかですね、運用したりとかも含めてですね、お金を上手に使うことってできないと思うんですね。貯蓄したりもそうですけども、そういうマネーマネージメントっていうお話をですね、今回させていただこうかなというふうに思っています。まあ、その中でですね、まあ、なんでこんなに貯金が毎月できないのかなとかですね、これ今後ですね、まあ、どれぐらい、お金があったら足りるのかなとかっていうところの漠然とした不安だったりとか、そういったところもお話しさせていただきながらですね、まあ、賢いそのマネーマネージメントを学ぶための要素ですね、コツ、考え方っていうのも含めてですね、お話ししていこうかなというふうに思います。僕なんかはですね、結構そういうお金の話っていうのを、まあ、経営者側ではないんですけども、その経営者の方からですね、そういうお話を結構聞く機会が、非常に多いので、そういうある程度の知識はありますが、一般の方ですね、特にまあやっぱり女性の方、主婦の方っていうのは、まあ、そういうお金の話をですね、具体的に聞く機会ってめっちゃ少ないと思うんですよね。なんとなくまあテレビで見たりとか、テレビで喋ってるその FP の方がですね、ご親切の小遣い減らしましょう、交際費減らしましょう、食費が高いですねとかっていう、まあ、なんかああいうFP ですね、ファイナンシャルプランナーの話がですね、お昼にやってるような、ような内容を見たりはすることはあるかもしれませんけども、具体的なお金の考え方だったりとか、お金の使い方、いうところが、ちょっとまだまだなかなかこう、なんて言いますね、機会が少ないんじゃないかなというふうに思っています。で、それをですね、私が今回ちょっと、お時間見てですね、していこうかなというふうに思っています。お金の話に限らずですね、そういったマネーマネージメントっていうところになりますので、そういう考え方とかですね、そういったところも含めてざっくばらんにですね、まあ、ぶっちゃけていろんなお話ができたらなと思っています。まあ、その中でですね、まあ、来ていただいて、まあ、損はしないお話なんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、とりあえず今回はですね、限定2組ということで、定期的にやっていこうかなというふうに思っています。まあ、その内容はですね、つどつど変わるかなと思いますし、来ていただいた奥様の状況に合わせてですね、私が知ってる限りの知識をですね、皆様にお伝えできたらなというふうに思っていますので、まあ、もしご興味ある方はですね、この動画を見られても、あとですね、下の登録フォームから、ご登録いただけたらなというふうに思っています。登録、セミナー自体はですね、大体1時間半から、まあ、2時間ぐらい、目処に見ています。で、参加のご家族も2組限定でさせていただきます。まあ、こじんまりとですね、やっていこうかなという感じと思ってますので、まあ、その代わり、まあ、密なお話をですね、まあ、やっていこうかなというふうに思っていますので、ぜひぜひ興味ある方はですね、この機会に一度、学んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ、ご興味あれば、ご参加していただけたらというふうに思っています。はい、そしたら今回は以上です。ありがとうございました。